ソワチャはコロンビアのクンディナマルカ県の都市。2016年の人口は516,400人。首都ボゴタのバラと考えられているが、公的には自治体である。重要な工業地帯があり、ベッドタウンでもある。ソワチャはチブチャ語のスアと CH を合わせた言葉で太陽の男となる。もともとはスエチャと綴られたが、後にソワチャに変わっていった。 紀元前800年頃から800年頃のエレーラ時代に人が住み始めた。1450年から1540年のムイスカ連合時代には重要な村になった。これはムイスカ人がスペインのコンキスタドールに土地を奪われるまで存在した緩い国家連合である。ソワチャはボゴタ政府の支配下にあった。1600年8月15日、スペイン人が新たに ソアチャを建設した。1989年8月18日、大統領選の中で、ルイスカルロスガランサルミエント大統領が、複数の殺し屋に殺害された。メデジンカルテルのパブロ・エスコバルの組織の犯行だった。同年11月27日、アビアンカ航空203便が墜落し、乗客全員とソアチャ市民3人が死亡した。 これもパブロ・エスコバルの組織が登場予定のセサル・ガビリア大統領候補を殺害するために行った。ガビリアは事前に登場を取りやめており翌年大統領になった。2008年ニセヨ青州分が明らかになった。ソワッチャで仕事を紹介された22人の男性が数百キロメートル離れた場所で遺体で見つかったことで発覚した。殺害したのは国軍で 戦闘で殺害したゲリラと偽って政府に報告し、戦果を水増ししていた。2010年、海中3階級を対象とした開発計画のシューダベルデが始まった。完了予定は2016年末である。ありがとうございます。